大岩剛大岩剛は、静岡県静岡市清水区出身の元、プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。元日本代表選手。現在、JFA 指導者養成インストラクター。静岡市立清水商業高等学校を卒業後、1995年に筑波大学から名古屋グランパス8に入団。 ルーキーながら出場機会を獲得し、また当時は左サイドバックとしてのプロ入りだったが、当時のアーセン・ベンゲル監督から足元の技術や視野の広さを買われ、センターバックにコンバートされた。2000年には A 代表にも選ばれ順調なスタートを切ったに、思えたが、シーズン途中に当時監督だったジョアン・カルロスとの確執が表面化し、 主力で自身と同じ清水師匠 OB の平野隆と、も月重茂吉と共に、チームの輪を乱したとして、突然解雇される。その後、ジュビロ岩田に移籍し、NBOX のシステムの中心メンバーとしてに、ステージ完全優勝を達成する。2003年に、当時の岩田の最大のライバルといえる、鹿島アントラーズに移籍。年齢もあり、徐々に試合出場は減ったが、 経験を生かした貴重なバックアップのメンバーとして、J リーグ初の3連覇も経験した。2011年、天皇俳優賞とともに現役を引退し、花道を飾った。引退後は、鹿島のコーチに就任。2017年5月31日、石井正忠監督が解任されたのを受けて、コーチから公認の監督に就任。2021年4月30日、 U-18 日本代表監督に就任。2021年 U-18 日本代表監督就任その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。